平和な中でそのいろいろそういう犠牲者のね、おかげで今日あるという気があれば、まあ彼らの叫びを伝えたいのという気がありますね。当時県立第二中学校の2年生だった脇地さんは、爆心地から2キロ離れた東連兵場で被爆しました。13歳でした。戦争末期、労働力を確保するため多くの学生たちが授業を停止され、毎日過酷な作業に動員されていました。脇地さんも毎日作業に追われ、勉強はできなかったといいます。あの日、平和を知らないで死んでいったたくさんの学友たちの悲しみを伝えたいと語ります。ちょうど原爆、当時は2年生ですね、2年生の1学期ですね、8月ですから。で、まあ、あの当時はその、まあ、戦時体制であったので、すでに昭和19年の6月いましたらね、もうその学生、学徒動員でですね、ほとんど1年の4ヶ月以上はね、もう常時その動員出ないけんという文部省のね、要項で出とったと思うんですよ。だからですから、ほとんど2年生になって落ち着いて勉強したようなことはないですね。もうほとんど動員、特にこの近郊で言えば食料の増産するために農家を手伝うか、それから今では思いましたら広島市内にはこの江南町はね、昔飛行場を作りよったんですね。飛行場、江南町、あこは飛行場じゃったんです。私らが2年生の時にあこ飛行場へね、もう近所欲しに行ったり、それから学童疎開が始まったのがですね、19年のね6月頃じゃないですかね、あの小学校の学童疎開、その頃にはなんですね、やっぱりあの同時にあの爆撃が来るだろうという想定だったと思うんですが、あの、まあ、火災の時にね、いわゆるどういうんですか、防火道路いうんですかね、隣に映らんようにいうことで建物疎開で壊しよったわけですから、それをまああの当時は休みはありませんのでね、日日月火水木金金でも常時日日で月月火ですね、水木金で休みなかったので、ちょうど8月6日の前日までは今のここの慰霊碑がありますね、中島町で建物疎開やりよったんですが、当時はまあ食料事情も悪いし、毎日毎日この、まあ、中学生のとしては重労働ですね、そういう状態でやっぱり学校の方としては休憩をさすわけにはいかず、その大義名分がね必要なかったんじゃないか思いますね。今考えたら中学生は2年生はその連兵場で芋の草を取るんだということで、その後は1年生が来たということですね。1年生がね、建物疎開を引き継いでやらないといけませんからね、あの作業は急遽変わって、私の方が、まあ、現在連兵場で芋の草取りをしましたけど、それでまあ建物はないし、いわゆる直接被爆受けましたけど、まあまあやけどでね済んだということ、その代わり1年生はまあその代わり全滅となりましてね、箕村先生いうのが最後にどういうんですか、あの元気のあるものは川へ飛び込めってね、飛び込んでおりますよね川へ、そしてそのこれから泳いでいけるものは自分で泳げというようなことで、やっぱり海軍のやっぱり兵学校出身だったから、そういうとこはあの息絶えるまでには
あの海浮かばとか君が歌えだよね言うて、あの1年生に話しておりますね。それはご子息の方も言っておられましたね、うん、そういうことをやって、まあ、倉木川のどういうんですか1年生はあの流木あの頃にバッキあの受けたもんですからね、柱なんかあいとあったと思う、流れるものがそれで、あの腐ったまま宇品まで死んだまま流れたものもおるし、それからその渡って逃げたものもおるんでしょうが、鯉の方にね、まあ、そういう悲惨な状況だけは、聞いておりますよ。現在その生き残っとるものはおりませんので、うん、まあ今日のようなことを伝えるのが我々の務めかなと思っております。もう戦争戦争ずっと大きくなってるからね、そうでしょうね。ずっともう物心つく時からね、ずっと戦争じゃないですか。ずっと戦争戦争で来とるから、その平和であるいうことはわからん世界で生きとったもんね、やっぱり、うん、そういう意味においちゃ、1年生はかわいそうだったと思いますね。ちょうど転校中ですよね。だから転校が終わったかないうぐらいだったですかね。 B25 が飛んできたと。まあいつものことだけですからね、あのどういうんですか、ああ B25 が飛んできたのいうぐらいの感覚ですわね。もう B25 がしょっちゅう飛んできよったわけですから、その広島に飛んできても爆弾落とされただけで、もう常時2機や3機はあの当時ね、あ19年からはしょっちゅう飛んできよりましたから、それで、うん、いつものことで思うとりますからね、そうその爆撃いう意識がねなかったですよ、うん、でまああの当時私らがあの爆弾を蹴るいうのはね、あの艦載機が来たりね、それから編隊が来た時にはこれは爆弾が落ちるかなという警戒感を持っとったけど、一機ぐらい来たんじゃね、全然その今日も何かの艦あの何かねいうことでね、そう危機感を持って思ったら、それだけに非常にみんな油断をしとるいうんですか、まあ皆さんもそうだったと思いますよ。だからあの警戒感もないし、そしてまあそういう中へ、ちょうど天候があったあとぐらいですから、ちょうど落下傘がね落ちたから、落下傘を3つ私は記憶があるんですがね、日本の科学者へね、これが原子爆弾だというのをアメリカがそれ書いておったというのでがありますよね。だからそれだったんだろうと思うんですよ。ピカッと光った時にはね、あの光った瞬間にはもうおそらく爆風でね、あの一緒に何だったと思うね、あのどういうんですかね、その私もこうあのドンとした音とかいうものはね分からんなんだがね、私らもあの爆風がその時には起きたったと思うんだけど、まああの自分でも気がついた時にはここへおったに目をこう開けてみた場合にね、連兵場だから皆さんが逃げるのが分かるわけよ。その時にねザーッとの黄色いね、あの何とも言えんあの硫黄のどういうんですか、あの匂いのようなもんがね、あの黄色いね、あのずっと連兵でさーっと風にやってくるのが分かりましたね。目を覚ました時にはもうすでに女川町の方はね、建物からもう火がついておりましたね、燃えておった。でまあこれはこちら行ってもいけんということで、私の場合には汽車通であったので、まあ国鉄の駅のね地下が一番安全じゃなかろうかということで、そこへ行ってみるとね、もう皆さんが皆被爆者がね駅
前に掘った被爆者がもうどういうんですか、いっぱいですよね。もちろん火傷した人もおる、荷物の影になったら電車でやられた人もおるしいうことでね、もう混雑の状態だったですね。これもやけこれはいかんな思って、それも広島中がやられとると思うのでね、駅の方へ歩いてみるともう駅前も火がついとるでしょう。そういうことで、またバックして連平場まで帰ろうかなということで、またなんですね、連平場まで行く思ったところが、そのやっぱり私と小学校から同級生がね、寄った領土総督高校、総督中学校ですが、これらは私と直近距離では変わってないんだけどね、なんか仁吉さんの神社の鉄道の下のガードで受けたいうんでね、全然あの無傷でおりましたね。それでまあ一緒に瀬の間で帰ったということです。まあそれまでにはもうすでに鉄道のあのどういうんですかね、枕木はねもうあちこちが皆あの燃えておりましたね。それを避けて、線路自体に帰ったということがその当時のあれです、状況だったですね。まあ熱が出ましたわね、熱がやっぱり40度ぐらい熱が出て、ですからその治療ができないわけよね、お医者さんって。まず熱を探す、熱を冷ますことが先決ですからね。だからそうですね、やっぱり微熱も含めて1週間かかったと思いますよ、1週間ぐらい。そうしたらね、もうケロイドの方はね、ああもうどういうんですか、ズワズワだよね、あのズワズワという不定義表現がいいかどうか、もうウジが湧くような状態、だからこれは家じゃ治療ができないんでね、まあたまたまそのまあ古くから瀬野におるから、従軍看護婦さんがもう早い人は帰っておられたね、あの当番の人で帰る、それがまあ、手伝うたげるということで常時住んでもらうてね、手当てをしてもらう、手当てをしてもらう言ってもね、薬はない、もちろん熱が取るいうのも氷があるわけじゃないし、まあまあ井戸水でね帰るいう程度のもんですわ。だけどただその熱が冷めてからいう治療いうのはもう全く素人じゃできない状態でね、ピンセットでねこう吐くわけです、こうザーッとこの顔が声になっとるの。だからもうどういうんですかね、もう赤い血が出よ、まあ火傷やったのこうやってピンセットでやるんだから顔がずっとへげるでしょ、もうこれから血が出るよね。そういうのでなんか赤血のようなのをこう塗って、そしてその塗った後へなんかこうね、どういうんですかの、どういう薬だったんか、あの当時ね白いこう添加物のような粉をねパッパッと塗ったぐらいですね。それはもうどういうんですか、戦地でね手を足をもぐな、何でもない治療しとられるからね、やけどの治療ぐらいは何でもないいうような感じで、まあその思い切った処置がね非常にケロイドが残らん大きな理由になったと思いますよ。あるいはケロイドが残って落ち着いてからね手術をした人は多いですからね、私はそういう手術することなしに、まあ、ケロイドが残らないということ。ところが無傷でありながらその4人がね1ヶ月後に全部死にましたよね。だから私は当然もう死ぬるもんじゃ思っておりましたからね、無傷のもんが元気で連れて帰ったのが全部死ぬのでしょ。これがちょうどね9月のね16日か7日ですね、このぐらいにね全部死にましたね。ちょうど私がまあ現場やけどもだいぶ治療して元気になって連れて帰ってもらった件お礼ども言おうかないうような時期に彼らの方がなんですね、もう歯切りから出血したりね、そのどういうんですか、髪が抜けたりしてね、
それでね、その私今でもその不思議に思うのは、直近距離でね、うん、ガードでやられて、あれらはやられて、過傷はあの火傷はしないんだけど、その投げ合いに早亡くなったかないう感じがしてならんのですがね、どういう理由で死んだんかな思うことがあるんですよ。で今でもそのただ逃げる時にね、そうですね、8時15分に原爆受けて、海田町ですね、現在のね、海田町の方で帰る時ね、寄ったりともね、あの凹凸をしたんですよ、気分が悪い言うて彼らはね。でね、それ書いて食事しとらんの時期吐くものはないわけね。で気分が悪いなって言うても、まあまあその同じように時間にあの凹凸しましたね。私は全然あの原爆受けてね、あの吐き気はなかったんですよ、うん、熱も出たけどその時に吐き気はなかった。そういうことでね、やっぱりそこらで原爆の資料館を覗いてみると、その、まあ、根拠があるかないかは別としてですね、だいたい2時間以内にね、凹凸ができたもの、凹凸がしたものは、吐き気がしたものはあのなくなってるんですね。だから私はあの今の総督の生徒で4人と比べたら、私の方が一番病弱だったと思うんですよ、あの当時の隊長としてはね。それが助かって、彼らがその1ヶ月足らずでね、全部同じような状況で亡くなりましたね。私もやっぱり歯から血が出たんですがね、血が出たんだけど、うん、死ぬまでにはならなんだという。非常にあの当時ね弱かったですよ。それでからもう通うのに1時間20分観音へ通うのにね、わあ今日一日どうしようかな思う気があって、それ行ったら今度は同じように教練でしょ。教練いうのはご存知のように軍隊と同じようにやるわけよね。そういうことじゃけんね、何人言っても体力がもてなんだもんで、いや、やっというような状態だったから、だからある程度ね、私はね長かったと思うんですよ。あのどういうんですか、あの長くを引いたと思う。例えばその白血球のね、まあ、腸ができるの、体中できるんですよ腸が、うん、腸いたらまああの腫瘍よね、腫瘍、今から腫瘍いう出物の大きい分です、この根っこがないようなもの、そういうのがねもう体中へ出るんですよ。それと田舎へおってね、そのブトが、ブトいうのがおりましょう、ブトがかぶったらこんなに大きくなる。だから要するに抵抗力がないいうことでしょうね。だから結局それがずっと、そうですね、結婚しても32、3ぐらいまで、そういう夏になると変動が激しいから、それはまあ医者からも注意受け取ったわけですがね。だからあのまあいろいろ、まあ、ビタミン取れとか何を取れとかいうことはあの忠告を受け取りましたからね。そういう、それにそれでもなんですね、うん、そのぐらい使用ができよったんです。だからまあてっきり、うん、まあ使用いうのはがんたちと程度がええぐらいのもんじゃけんね、うん、体の悪いとこへ出たらできたのは死んどりますからね。ここへできたのはやっぱり同級生で使用ができて死んどりますからね。やっぱりその私と同じような状況の人はおったと思う。だから特に私の場合はその受けた時の状況が非常に体調がね、悪い時に受け取ると思うんですよ、元気な時じゃなくて。だからかなりその30代までね、そういう尾を引いたんじゃないかなという気がしていけないですかね。私はね、人生をね、5年刻みに考えておりましたよ。もう原爆受けてからは5年いうのが節目でね、
それがね、まあ原爆受けた時はね、広島にはね75年草も木も生えないという新聞で報道したわけですよ。それに向けてね、今のその全然その原爆を直接受けなんでもね、今の同級生がね1ヶ月余りしんどいじゃないですか。で被爆受けた人がね死なんいうのはおかしいないうことが、それと当時ねやっぱり、うちの両親もね名護行きんと思っとったんですよ、ある意味においてはね。だからそういう元気な人が死んどるから、だけんね私ね枕元でねいつもあのお坊さんにね説教してもらえたんですよ、今でも、その記憶に残っておりますがね、だからまあ長く生きにいうことは思うとったと思いますね、周囲のもんも。だから私も私自身もああこれは長く生きんから、まあ、まあ5年ほどの生きればいい、ああ20歳になったからあのまま25まで生きればいいかなという、また30まで生きればいいかなという感じでね、大体そういう節目節目をそのぐらいの刻みで考えて今日まで生きとりましたね。犠牲の上にあのそういう我々に生きさせてもらっとるからね。だからまあまあいろいろな点についてはそうね、ある程度人生観もみんな変わっとるんじゃないかと思いますよ。だからそういう点にはまあどういうんですかな、毎日日々感謝の気持ちありますね。